皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。ですね、3日ぐらい前からコラムニストと名乗ろうというふうに、決めているんですけれども、なかなかね1日2日というものはなんて言うんですか、なかなか自分の癖で呼び方は変えられないなと今、実感したわけでございますけれども、というわけで、月にほぼ2回のお楽しみ評論放送、5時間スペシャルということで始めたいと思いますけれども、すいません、スタジオのドアがちょっと閉めるの忘れてきたんで、すいません、そのままお待ちください。はい、大変申し訳ございません。実はこのスタジオの入っているビルなんですけどもですね、上にザ、ご存知のように、ご存知の方いらっしゃるかと思いますけれども、このスタジオはですね、渋谷ユーストリームスタジオ渋谷ということで、だいたい月に2回ぐらい お借りして配信しているんですけれども、ですね、なんて言うんでしょう、渋谷の、分かる方は分かるかと思いますけれども、渋谷のですね、ソフトバンクのあるビルのですね、5階にこちらあるんですけれども、上にですね、実はザ・ワタミが入っておりまして、なんて言うんでしょう、だいたい6時ぐらいから開店するのかな、そのぐらいになるとですね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございました、ありがとうございましたという、練習が始まりまして、スタジオのドア開けとくとですね、それがうっすらとこうね、音声で拾ってしまうことがありますのでね、すいません、今、止めてまいりましたけれども、今日もですね、評論放送、5時間スペシャルということで、こちら、渋谷ユーストリームスタジオからお届けしたいと思います。ですね、だいたいトップバッターはだいたい差し押さえさんか青山智樹さんというふうに、だいたい評論放送スペシャルではそういうふうに、だいたい決まっているんですけれども、実はですね、青山智樹さんの方がただいま、アメリカの方へ1ヶ月ほど行かれてしまいましてですね、今回と次回はお休みという、ことになっております。それでですね、今日後で差し押さえさんもご登場いただきますけれども、というわけで、いつもだいたい差し押さえさんは今日お仕事の都合でですね、だいたい7時45分ぐらいに来れるということなので、そのぐらいからご登場いただくとしてですね、今日朝一番は自動車部ということで、マリオ高野さんとですね、ドラゴン山崎さん、いつものお二人にご登場いただくはずだったんですけれども、今日ですね、なんとマリオ高野さんがですね、風邪で、私も先日まで夏風邪をひいておりましたので、全然全く人のことをどうこう言える筋合いはないんですけども、夏風邪ということで今日ね、ちょっと勘弁してくださいという、すいませんというご連絡いただきまして、で山崎さんはですね、ただいま前のお仕事がちょっと押してしまいましてですね、首都高をただいま、渋谷に向かって、失踪をしておるということでございます。だいたい30分ぐらい遅れるとか言ってたかな、そういうわけですので、最初ですね、私の方が、なんていうんですか、オープニングトークなどをさせていただこうと思います。以前ね、ロフトプラスワンじゃなくてネイキッドロフトで唐沢俊一さんと一緒にイベントやった時も15分ぐらい持たしておいてとね、軽くこう言われてしまいまして、唐沢俊一さんにとって15分持たすのは楽ちんであっても、私にとって、当時15分持たすのはもう本当至難の業でして、当時は大変だったわけですけれども、私も最近ね、ユーストリームズレがしてきましたので15分ぐらい持たすのはわけないというふうに思いたいんですけれども、すいません、私ネタ帳を見ないとちょっと喋れませんのでね、ちょっとiPhone の方に入ってるネタ帳を見つつ、ちょっとね、山崎さんが来るまであと多分15分ぐらいでいらっしゃると思いますので、それまでオープニングトークということでダラダラね、お話をさせていただきたいと思います。
ですね、いや、この私のネタ帳、ちょっと皆さんに機会があったらお見せしたいんですけれども、ちょっと表にあった、なんていうのかな、ネタとしてはほら、いろいろあるじゃないですか、なんていうんですか、顔のね、韓流、なんか、フジテレビと顔と、韓流ドラマの大騒ぎとか、そういうのもありますし、ただ、なんかね、こう、なんていうかな、世間様的にはホットでも、あんまりこう、それについてホットに話すわけにもいかないというものもいろいろございますのでね、ちょっと無難な、お話を、させていただこうかなと思うんですけれども、そう、私ですね、有料メルマガを始めようと思いましてですね、なんて言うんでしょう、今、マグマグさんの方でちょっと準備をしているわけなんですけれども、なぜかですね、メルマガっていうものは、なんて言うんですかね、結構インターネットのメディアとしては割と古典の方ですよね、なんて言うのかな、いわゆるウェブがこうこんな風に、なんて言うんですかね、ウェブの方があんまりこんなに発展する前からメールというツールは割とねこう使われていたわけでして、私がインターネット業なんか、すいません、このスタジオ大変設備整ってて空調良くて大変素晴らしいんですけども、唯一の欠点が水飲めないっていうね、そういう欠点があるんですけれども、ちょっと時々休んで水を飲ませていただきたいなと、やっぱりちょっと機材が高い、説明しなきゃいけないんですけど、このユーストリームスタジオというのは大変もうプロユースの立派な機材がずらーっと揃っているんでございますけれども、突然私、毎日ね、家で配信したり、いろんなところで出張配信とかをする際にはこういつもの自分の、しょぼくもないけどすごくもない機材で配信しておりますのでね、月に2回しか来ないところで突然こんなすごい機材を触ったりするとですね、こう食あたりならぬ機材あたりをしてしまって当日大変なことになるのではないかという、心配からですね、素晴らしい機材は揃ってるんですけど、いつもの自前の機材で、いつもの自分のノートパソコンから配信しております。あまり個人的にはね、使い慣れないものをですね、使うのは、なんて言うんでしょうか、あまり使い慣れないものを使うよりもこの、ね、この箱のみをお借りして、自分の機材でね、やるというのがこう、割と人間こう自分の身の丈というのを知るというのは結構大事だなというふうにこう思ったりしておるわけでございます。で、全然話が違うところに飛んでいるわけでございますけれども、有料メルマガというものを始めようと思いまして準備しております。別にですね、今から話そうということはぶっちゃけみんな有料メルマガ購読してねという宣伝ではなくてですね、なんていうのかな、話を戻しますと、メールというものはこれほどウェブの技術がね、充実、いや今もうウェブで大概のことできますからね、ぶっちゃけ言うと、なんて言うんでしょう、フラッシュという技術がね、ここまで何でもかんでも可能にするっていうか、むしろね、インターネットをお詳しいっていうか、黎明期からインターネットに関わっていらっしゃる方は分かると思いますけれども、なんて言うんでしょう、インターネット黎明期の頃はフラッシュよりもどっちかというとショックウェーブの方がですね、なんていうかいろんなことができて、かつ期待されてる、プラットフォームであったわけですよね。でこうなんていうんでしょう、だけど蓋開けてみたらなんかフラッシュでもできるよ、フラッシュの方がいいよみたいな感じでどんどこどんどこ、こうハッと気がついてみたらショックウェーブというのはもうね、やっぱりちょっとやっぱりショックウェーブの方が重たかったっていうこともあるんでしょうけれども、結局軽くて手軽なフラッシュが
いろんなことができるようになって、ショックウェーブはすっかり忘却の彼方みたいな的なね、そういう感じになっております。あ、すいません、コメントいただいたようでありがとうございます。すいません、今日は割と体調いいです。ですね、ちょっと数日前までちょっといろいろちょっと体調悪かったんですけれども、今日はちょっとね、なんていうんですか、ですね、後でゆっくりお話しますけれども、緊急事態、ちょっと今日ね、いろいろこう風邪ひいたとか遅刻してるとか仕事の都合でとか、そういう緊急事態があまりにもいっぱい重なって、ちょっと得意点っぽいなというふうに思ってるんですけども、あまりにこうなんていうんでしょう、大変な状況がこう重なると、人間というのは不思議とこうなんていうんでしょうね、なんていうんでしょう、私なんていうか、またにこうチンコがついてないので分かりませんけれども、バテマラというやつがあるんだそうで、男性は疲れるとね、生殖能力が上がるそうで、私はついてないんで分かりませんけども、なんか危険なことになるとこうテンションが上がるというのはどうも、生物においてね、共通であるようでございます。すっかり何の話をしているんだか分かんなくなっちゃいましたけど、そう、ショックウェーブの話でしたよね。もう携帯にですね、フラッシュがついた時点で勝負あったという感じだったんですけれども、まさかね、マクロメディアがアドビを買収するようになるとは、十何年前はちょっと想像もつきませんでした。話を戻しますとですね、ウェブでですね、大概のことが今はできるようになって、こんなこともできるのみたいな、まあその技術の一つがね、ユーストリームであったりもするわけですけれども、なんて言うんでしょう、まあメールというものはなんていうのかな、すごくプリミティブなね、ネットにおいては掲示板よりも BBS よりもこうプリミティブな、そもそもね、メールってメディアじゃなかったわけですよね。それをですね、なんていうんですかね、立ってるものは親でも使え、あらゆるメディアは何でも使えみたいな、まあそういうマスコミというわけでもないんでしょうけれども、なんか人はね、こう白い空間とかなんか使えるものがあると、つい落書きしたりね、こうメディアについメディアにしたくなるみたいな、そういう、習性がどうもあるようでございます。何でしたっけ、で、そうそうそう、白い人間はね、もともとこうアルタミラ洞窟に絵を描いた大昔の人みたいにですね、こうなんていうのかな、使えるものがあったらですね、メディアにですね、してしまうという、どうも習性があるようで。というわけで、メルマガっていうのはね、いつぐらいにこう始まっ、はじ、あの最初の始まりに、なんていうのかな、インターネット、なんていうのかな、ウェブでね、インターネットをどうこうする前から多分メーリングリストというのはあったんでしょうし、多分メルマガっていうのもあったんじゃないかな。まあメールマガジンというこうなんていうのかな、名称自体がなくても、自分の近況を知らせるために自分のメールを同胞 CC にいっぱいこう人いっぱい入れて50人ぐらいにわーっと送るみたいな、まあそういったことをしていた人というのはいるんじゃないかというふうに思うわけでございます。で、有料メルマガなんですけども、なんていうのかな、なんかね、私メディア、一応ほら、一応メディア業界の人じゃない、だから自分の書いたものとか自分の成果物とかを売ってですね、なんていうんですか、商売、生きていく、なんか例えばまあね、本書いたり同人誌書いたり、もしくはね、こうやって喋ったり、まあ、イベントに出たりしてですね、それで、対価としてお金をもらう、それでこう日々生きている、まあ、メディアの人なわけですから、何、自分の作ったもの、書いたもの、喋ったことと引き換えにお金をもらうということは、実は全然いい悪い以前にもうそれ商売ですから、それについて抵抗がないはずだというふうに思っていたんですね。で、蓋を開けてみたらね、どうもね、なんか有料メルマガ、なんていうのかな、
まあいろいろなんていうのかな、書いたものをお金に変えたりはしてるんですけれども、すべてそれはですね、まあイベントなんかはまあちょっと別ですけれども、あのいわゆる書籍というなんていうんでしょうね、書籍というなんていうんでしょう、課金システム、私まあいずれちょっとこれ機会があったらお話ししたいなと思ってるんですけども、あの書籍というのは課金システムだと思ってまして、まあ、そういう書籍という課金システムを通してしか、まあ、イベントは別ですけども、書籍という課金システムを通してしかね、こう書いたものをなんていうのかな、書いて書籍という課金システムを通してお金をいただくと、そういうことしかなんかしてなくてですね、なんていうのかな、電子書籍、あのネット上のなんていうのかな、チェンジ書籍、これもまあ一種のさっき言った書籍という課金システムの一種ですよね。それを通してしか、なんて言うんでしょうね、まあぶっちゃけうんと結論をちょっとすいません早めに言いますとですね、でも有料メルマガだけは実はちょっと抵抗があったんですね。で私が実は興味が、自分自身の思考に対してすごく興味があったのは、なんで有料、だって普通原稿書いてさ、こう本にして、あ、山崎さんがいらっしゃいました、どうも山崎さんがいらっしゃいましたので、すいませんちょっとお話続けましてですね、山崎さんが支度できるのをちょっとお待ちしたいと思います。山崎さんどうぞごゆっくり、はい、はい、まあそういうわけで、何の話でしたっけ、すみません、ちょっとネットに書き込みますので少々お待ちくださいませ。すいません、そういうわけで、今日の話の続きはですね、また日を改めて、今すみません、遅くなりまして、いや今話、あどうも、自動車評論家のドラゴン山崎さんで す。まあそういうわけで、今ちょうどね、話を、じゃあちょっとオープニングトークとしてバツナギに有料メルマガの話してたんですよ。で、まあ、せっかくだからちょっとだけその話して本題に入ろうかなと思うんですけど、実はね、有料メルマガ始めようと思いましてね。おー、素晴らしい。でね、はいはい、ほら私たちって文章を書いてこうお金に変えてるわけじゃないですか。だけどね、なんかね、メルマガを有料でやるっていうのは実は自分的にすごく実は抵抗があって、なんていうのかな、なんか、人を騙してお金を取るみたいな。だけどよく考えたら、こう本を書くのもメルマガでお金をいただくのも基本やってることは同じなのに、ね、なんで有料メルマガだけは自分でこんなに抵抗があるのかってすっごくね、不思議だったんですよ。で、まあそれをこうよくよく自分のこう考えをこう追っていってみたら、ネットは無料が基本っていう、やっぱりね、そこの心のハードルがやっぱりちょっとあったみたいですね。だから今ほらテレビが、まあ、特に今日特に発表になった話またちょっと後でしますけど、なんていうの、テレビって無料が基本だったじゃないですか、はいはいはい、で有料のテレビが出てき、有料のなんていうかケーブルテレビとか有料チャンネルが出てきた時、もうみたいな感じだったんですけど、今は別に全然普通になりましたよね。 そうですね、うん、それにテレビ無料って言ったって一応ほら、無料の代わりに僕らお客さんじゃないので。そうですね、うん、ね、この前のちょうどフジテレビがそう
韓国に支配されてるという話なんかもうん、うん、あれはだってスポンサー様はね、うん、それで良かれと思ってお金を出していただいてで、安いのに視聴率が取れるんで、うんうんうん、買ってるわけですよ富士は、うんうん、いやあのねその話も今一人でいるときしようかなと思ったんだけど、うん、一人でやばい話をすると限りなく暴走しそうな気がするので、まあ、今山崎さんいるから、はいはいはい、ある程度大丈夫かなと思ってるんですけど、あの私実はそのあの今フジテレビとあのな、ね、韓流ドラマの騒動を今朝知ったんですけど、今ホットな 割とホットめの話題っていうのはそれがフジテレビのこうスポンサーを大きくやってる花王の方にこう飛び火してて、うんうんうん、であの花王のアタックネオ詰め替え用のアマゾンのなんて言うんでしょうレビューが大変なことになってて、まあね、まあ推奨するわけじゃないけど、うん、嫌いな番組の、スポンサーの商品を買わないってのは確かにこれはコーディの方法としてありなんですよ。で、その通り、本当おっしゃる通りで、で、こうネットとか2ちゃんのやつを追ってみると、あの私ちょっと久しぶりに2ちゃん見たんですけど、なんていうの、テレビ局に何を言っても無駄だけどスポンサーに圧力かけるっていうのは有効だと思うって書いてあって、うん、その通りだっていう、うん、だからね、そんなの群れなくても勝手にやりゃいいだけの話で、そうそう、群れてるやつはバカですよね。まあまあ、ただなんていうのかな、今までは社会現象となってもこう割と目に見えない形で、うん、みんなが個人個人でやってたのが、今はほらそれこそ祭りっていう言葉が象徴しているように、大勢でわーっと単に憎くない人も楽しいからっていう、参加してるっていうね、うん、のもありますけど、ただ、まあ、大衆心理ってそういうもんじゃないですか、うん、まあでもそれが行き過ぎると今度なんかあるとほらまた災害とかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、そうすると勢い余って朝鮮人皆殺しにしちゃえとかそういう話になって、デビルマンのね、不動美紀殺した時みたいにわーって槍持ってったりとか刀持ってったりとかして、うんうん、もう本当にえらいことになるので、あれはあんまりね煽るのもどうかと思うんだけど、でも今デビルマンの話しましたけど、あれっていうのは悪魔的なまでに今のネットの時代と同じ、うん、っていうか、あれはもう真実としか言いようがない。敵欲しいからね、ほら普通にストレス溜まっててもこう社会を高度化してしまうとどこにぶつけていいか分かんないじゃないですか、うんうん、そうですね、政治家が悪いってたって官が悪いってたって官一人が悪いわけでもないので、そうですね、そうなると目に見える形でしかも叩きやすいところ、うんうんうん、やっぱなんだかんだ言っても韓国人朝鮮人の人ってのはマイノリティですよね。そうですね、いっぱいいるわけではない、そうマイノリティだし、一部例えばパチンコ業界とかそういったところで、まあ何ですか、業界を、うん、かなりの力を持ってたとしてもそんなのニッチじゃないですか。そうですね、逆に言うと彼らはまとまらないとマイノリティなゆえに、うん、イタリアのマフィアと一緒ですよ。もともとマフィアって経済団体として始まったので、うん、総合扶助、いや要はイタリア移民って後発なんでアメリカの中でいじめられるから相互扶助でとりあえずまとまりましょうと、そうすれば他のアングロサクソンとか他の連中がやの行ったところで俺たちも対抗できると、いやね、もうその程度の感じなんですわね。今ねイタリアマフィアって話出てもうポンと膝を心の中で打っちゃったんですけど、うん、なんていうのかな、今日だからそれに関していろいろ韓国についてちょっと記事とか読んでたりしたら、日本人と同じ顔をしてるから日本人と同じ心を持っていると思う方が、うん、思うとかえって反発が湧くと、彼らは日本人の顔をしたイタリア人と思えばなんていうのかな、謝らないとかね、うん、でこう基本的に能天気とかね、生地目のいい人っていうのは、うん、見破るでしょ。だから微妙な仕草とか、うん、顔の特徴とか、うん、それか文化風習とか でだから厄介なんですよ、うん、僕らが例えばアメリカ行ってイタリア系かアイルランド系か、うん、それともドイツ系か、うん、どこ系かって言ったって分かんないじゃないですか。でも分かんないですね、住んでると分かる。だからユダヤ人なんか分かんないでしょ。だけど向こうの人は分かるらしいんですよね。分かる、どう見ても
ユダヤ人だし、で僕らなんか意識して、ね、僕は意識してないから結構気がつかなくて、ああそうなのっていうことだった。言われりゃ分かるぐらい、言われてはそうなんだぐらいな感じだけど、うん、そればっかりこう一生懸命な人はすぐ分かるわけですよ、うんうん、それが厄介なところなの、うんうんうん、その手の日本の、ね、うんうん、差別問題、うんうん、朝鮮人の問題、童話の問題、そういうのってのは、うん、言われると見破る人がいるのがネックなんですよ。でもね、あんまりだから元々はね、パチンコが、まあ、良かれ悪かれって議論はあるけど、まあ、それを置いとくにしても、もともとはそういうマイノリティなん で、うんうんうん、でそうなるとニッチなところしか産業として狙えないわけですよ。そこで進出して、わかります、すごいわかります。ユダヤ人にしてもイタリア人にしても、それは世界で、ね、アメリカであったりとか、うんうんうん、他の国に行った時にそういう形で食っていくしかない。だから、はっきり言っちゃえば、例えばパチンコ、うん、パチンコギャンブルですよね、うんうん、で飲む打つ買うっていうのは結構ヤクザ様と通過なわけですわ、うんうんうん、屋さんと、うんうん、そうなるとそういう後ろ暗いところのところとパイプを持つ人もいると、うん、それがまた目立つわけですよ、うんうん、ね、さっきからお話ししても分かるように、別に私あのたち韓国の人たちにとっては含むところがないわけですけども、うん、今でもちょっとね、あの時期的に悪いっていうのはありますよね。あの議員が帰って返されてきちゃったりね。 あれはね、いやだから怒るとこが日本人が間違ってて、うんうん、そういう陰謀論に走る、だからどっかの気違いみたいな俳優がバカなこと言って、うん、揉めたわけでしょ、はいはい、でもあんな気違いの発言なんかほっときゃいいんですよ、はいはい、だって所詮は陰謀論だもん、うんうん、月にほらアポロが月に行ってないとかそれからあれでしょ、実はなんだ、いろいろあるじゃないですか、陰謀論って、フリーメイソンが世界を支配してるとか、ね、ユダヤの陰謀だとか、あんなのと一緒ですよ。まあこう根拠がない。実際なんて、例えば業界の裏話とかいろいろあるじゃないですか。それを2ちゃんとかで読むと、すごいみんなファンタジーなんですよね。まあ、出版業界の裏側とかずらずら分け知り顔を書く人いるけど、こんなファンタジーねえよって、すごい思う。これね、バカおめでたすぎる。バカうよにしてもバカさよにしても、うん、設定マニア、まあ、どっかの漫画で書いてあったけど設定マニアで、うん、しかも脳内お花畑な連中なんで、うん、立ちが悪い。だってそんなこと言うけど、うん、これはね、声を大にして言いたいんだけど、うん、分かったと、韓流は良くない、うん、そうかそうかと、うん、見ない、ああいいね、見なくてもいいんじゃない、うんうん、買わない、ああまあいいでしょう、うんうん、だけどお前ら普段日本のコンテンツ買ってんのかと、まあね、日本のドラマ見てるか、日本の映画見てるか、日本の DVD 買ってるか、アニメ見てるか、うんうん、ね、そうでしょ、商品か。だから僕ら、まあ、出版の零細出版の、うんうん、まあ、端っこの方にいるようなライターとか編集者だったりとかするわけですが、もう出版業界っていう海のマリアナ海溝をしたくらいいる感じですよね。それでも、それでもそんなところでも、やっぱり年々 5年10年前に比べると1回の仕事量でもらえるね、うん、ギャランティーがどんどん減ってる、まあ、だから今3倍ぐらい、まあ、10年前と同じ生活をしたいと思ったら3倍、うん、働かなきゃならないです。おっしゃる通りですね。ってことは、うん、まあ、これはどこの、まあ、デフレとか経済の問題もリンクするから、うんうん、まあ、それはちょっと、まあ、大きくなりすぎるから置いとくけど、うんうん、はっきり言っちゃうと、お前ら買わねえだろうと、うん、買わねえからテレビ局ってのは、うんうん、もう金がないわけですよ、うんうん、そうすると、1本3、40万らしいですね、はいはいはい、3、40万とか5、60万とか言われてるけど、うん、韓流ドラマを買うと、ね、日本でじゃあこれそこそこちゃんとした役者を使う、まあ、うんうん、昼めのだから、まあ、まあそれでも二流の人を中心で、うん、まあ、1人ぐらい一流の俳優選ぶ、うんうん、ちょっと前に売れてた人を選ぶ、それでも1本あたり制作したらその10倍はかかるでしょう、うん、ね、10分の1で同じぐらいの数字が取れればそれはテレビ局そっち行きますよ。本当におっしゃる通り でまた今日発表になった話で、あれ、テレビがネットと融合するってあるじゃないですか、はい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 、もういや私、地上波テレビが消える日っていう同人文章を、まあ、冬込みの同人誌で出したんだけど、もうびっくりするぐらい予言が、ま、予言が当たっちゃってるんですけど、別にそれは私が偉いからではなくて、うん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 、当然そうなるだろうってことが結構想像できる展開なんですよね。そうそう、だからもうテレビ局
のいわゆるテレビ制作のコンテンツはウィンドウの一つになると、下手するとあのテレビにウィンドウ18個ぐらいずらー並べて、今一番気に入ってるところを押すとグッと大きくなるとか、あのウィンドウの一つになる。でそのウィンドウの一つに過ぎないテレビ局が今後大きな顔はできないですよ、うん、みたいな。だからいわゆる地上波テレビ専門端末、まあ、今のテレビですよね、いわゆる。それはなくなるだろうって言ったら、本当にネットと融合してね、例えばあのニコ動も見れるし、ユーストリームも全画面で見れるしっていう。一つネックになってくるのが、総務省とやっぱ地上波のテレビべったりなんで、そうですよね、利権がすごい、利権があるってところはお金が集まるんですよ。だから、ね、うん、僕らが手弁当で例えばこういう番組やっても、ね、うん、じゃあちょっとロケやりたいって言っても、うん、なかなか難しいわけじゃないですか。そうですね、あの予算、じゃあ車 2,3 台借りてきて、 2,3 台は難しい、それでじゃあちょっと収録してそれも流そうって言ったら、うんうん、それだけで今僕らがこうやってやってるのの10倍20倍は平気でお金かかっちゃうわけですよ、どんな安く見積もったって、うんうんうん、ところがテレビ局ってのは腐っても、うん、そういうところで利権とお金が集まるので、うんうん、コンテンツが作れるんですよ、うん、だから、深夜アニメがそうでしょ、一部のコアなファンしか見てないけど一応テレビでオンエアするっていうことで、うん、そこにだから、宣伝効果があるわけですよ。でテレビでオンエアしたものをソフトで売る、だから、うんうん、そのなんていうのかな、テレビだけがそのソフト制作権を持ってるのが今現状なので、うん、それをねどうするかでね、今の本当おっしゃると、でも一回私やってみたいんですよ。山崎さんもぜひ参加してほしいんですけど、テレビと同じようにロケバス借りて、ロケバスの中で女の子集めてフリップで説明して街歩くみたいなユーストリームをやりたいんですよ、うん、でも多分ねこう出来上がりのクオリティ気にしなければ結構できちゃう。そうですね、例えばある程度タレントさんを使えないってだけでできちゃう。そう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 、だから、あれですわ、誰な、まあね、しょこたんを使う代わりに無名の、ね、うん、タレントの卵とか、うん、そういう子を使えば同じようなものは作れるけど、うん、まあ、10分の1くらい作れるかな。ただ、うんうん、そこがだからひな壇芸人がなぜ存在するのかっていうことと一緒ですわね、うん、あれね、テレビに聞くともちろん芸能プロと その兼ね合いもあって、うんうん、入れなきゃいけないっていう部分ももちろんあるんだけど、うん、それ以上に、ね、安心感なんですって、スポンサーに対する。つまりお金を出してくれるところはこの人いればとりあえず司会がね、しんすけ でゲストが誰で、タレントの誰々ちゃんが来てみたいな感じにやると安心感なんですよ、すごい。とだから古い感覚で言うと、とりあえず高い飯って言えばステーキ食わせときゃいいだろう的な感じだよね、それ。だからね、でもなんでなのにこうネットテレビに視聴率がすごくやっぱり実際食われてるんですよね、うんうん、でなんでいい、少なくともこの、まあ、私たちの喋ってることが普通の地上波テレビに劣ると私全然思ってないんですけど、なんで少なくとも見栄えのいい、そう、見栄えの金のかけ方、コンテンツを作れるテレビ局の視聴率が食われてるかって言ったら、ネットのテレビチャンネルって膨大じゃないですか。ユーストリームなんてこの裏で何百チャンネルあるか分かんない、はいはい、だけどそういうのに3人ずつでもコアなファンがついてて、その3人しかついてない、まあ、零細のテレビチャンネルが100、200、1000あったら、それだけですごいそっち食われちゃうわけですよね。そうなんですよ。だから芸人さんがそうじゃないですか。テレビに出てくる芸人さんって、単純でテレビに出てくるときはリミッターを自分の中に課してるわけですよ。もちろんその放送コードだったりとか、それから、ね、視聴者の層だったりとか、あとオンエアの時間帯であるとか、はいはい、そういったものでリミッター課してあるから、うん、どうしても虚勢されちゃってるわけだけど、はいはい、その人たちが例えばじゃあ、舞台行って、うん、じゃあ一人演技やりますって言ったら100倍は面白いわけでしょ、うん、そうですね、面白いですね。でここの面白さっていうのはコードがろくにないから、ないです、ね、まあ、一応やっちゃいけないことっていうのはユーストリームは決めてる部分はあるけど、緩いじゃないですか。緩いですね。だって女の人がほぼ裸で踊っててもこうなんていうのかな、こうおっぱいがもろ見えるまではロフトチャンネルだってシャットダウン食わなかったわけですよ、うん、でロフトはすごく怒ってるわけですけど、いや
あそこまでしていいんだったら、うん、NHK よりはすごいと思うってやっぱり思っちゃうわけですね。だって僕ホンダの社長死ねとかトヨタのねあの秋代ちゃんはペライとか言ったって、はい、どっからもクレーム来ないですからね、うん、いや見てないのかもしれないけど、あのなんていうのかな、うん、ただおすすめ番組を取り消されちゃったなそれかなとか思ってるんですけど、ただ思い当たる理由が多すぎて、ただなんていうのかな、特に私たちみたいな評論番組やってたら、あれもダメこれもダメって言ったらテレビより面白くなくなっちゃうわけで、そのとんがったところが面白い。だからテレビよりラジオよりは全然あの高度は緩いだから、あとある程度容赦するわけじゃないけど、ある程度こうまあいいやっていうか突き放して見てるとこがあって、いい意味高く食ってくれてこの話なんですよね。だから孫さんくたばれって言ったところで多分打ち気にはならないわけですよこの番組は。まあそうです ね、 多分ね、私は言いませんけどね、あの、うん、ただなんていうのかな、その辺ねやっぱり孫さんはただものではないので、そうあの親父ね、あのおっさんはね、あの堀あのすいません堀江さんはこれ多分見てないと思うんですけど、うん、あの堀江さん堀江門が出てきた時はああこういう人が出てきたのねと思ったけど怖くなかったのね、うん、孫さんは底知れぬ恐ろしさがあるよ。うさんくさい山師なんだけど、その山師っぷりがねただものじゃないのよ。だってなんていうのかな、すいませんどうぞお話、なんていうのかな、怖いんですとにかく、あのすごいということはよくわかるから、うんうんうん、ただ堀江さんの場合なんかはあの頭が良くて商売の上手い方なのねっていう気がするけど、なんだかんだ言ってあの人正直者で、なんだろう、あんまり実は表裏ない人なんじゃないかって僕思うんだけど、だから挙げられちゃったわけですよあんな。ああそうですね、うん、もう普通に大人だったらじゃあ金ばらまくところって分かってるんで、どこに同い年ですよ、そうばらまいてで、だからちょっと僕シンパシー感じるのは、多分ああいうような大金持ちになってじゃあ何かやろうって言ったら同じように潰されるパターンなのでやつなのタイプだと思うので、だからホリエモンってそういう意味でやっぱりあのいい意味でガキだったんだけど、まあ悪い意味でもいい意味でもガキだったんだけど、孫さんやっぱ大人なんですよ。わかります。なんかねこういつも微笑みを浮かべて何を考えてるかわからない、うん、まあでもちゃんといわゆる子供でなく大人としてこう世界の、ね、メディアと渡り合えるのは本当はあの人ぐらいか。だって例えばあのフジテレビの日枝さんと対決させたらもう顔見るだけでやっぱり、まあ、ただのサラリーマンじゃないですか、まあそうですね、片方は創業社長で、うん、まあまあそれはあれなんですけども、なのでね、ネットでだからテレビが逆にお金をどんどんかけていてるゆえにね、お金をかけてるがゆえに何百万も、うん、まあ視聴率基本 1% って100万人ですからね、100万人も200万人も300万人もやんないとスポンサーというあの金主の機嫌が取れないわけじゃないですか。ただ私たちは下手すると数人が見てくれて、あと録画で200人300人見てくれればあもう満足満足みたいな、コアなファンついてくれれば満足満足みたいな、まあ、それでいいやっていう感じであるけど、うん、まあね、まあでもまあ要所じゃないということをなんか要所っぽくて嫌なんだけど多分既存のそのテレビの枠組み、うん、利権構造を今の地上波の、うん、まあ村ですわ、テレビ村ですわ、うんうん、そこを打ち下すのは多分孫さんじゃないかなって気がしますけどね。ソフトバンクが、うんうん、あの力を使っていろんなところに根回して金ばらまいて、うんうん、官僚なり何なり抱き込んであん中に割り込んでいくんじゃないかっていうのが、だから、ね、それがだからちょっと地上波のアナログが終わってこれからまた、ね、地デジが始まって、うん、でこの混迷期ですわ、うん、必ず問題になるのは今フジテレビでもどこでも、うん、だいたい3チャンネルぐらい抑えてるじゃないですか。あの、ね、番組表見ると分かるけど、うんうん、フジテレビ123っていう、うんうん、例えばあと日テレ123とか抑えてるんだけど、うんうん、それをうち使ってるのは一つだけっていうか、うんうん、全部同じ放送流してるんで今意味がないで全部やる体力ないもん。もうねほら私月2回この放送やってるわけですけど、それをね5時間埋めるだけでも結構面倒くさいし、今日みたいになんか今日ねいつものマリオさんがお風邪だし、この後の差し押さえさんが仕事の都合で遅くなるってどうすんのみたいな、はいはいはい、そういう
のでいちいち気をもんだりするのにね、普通のテレビは放送事故もなく24時間やってるわけじゃないですか。あれって本当すごいと思うし、逆にだからお金もいるわけですよね。だから3チャンネル同じことやってるっていうのは分かる。だからなんていうの、先に駐車場押さえとけみたいな、先にこうもらいって言ってもらっといて、こうなんていうの、バイキングの食べ放題でいっぱい積んできたけど食べれないみたいな。ただそれのやり口が、理由がね、将来使いたいから抑えじゃなくて、10年ぐらい前かな、地デジが始まるって計画がスタートした時、ソニーと松下、まあ今パナソニックですけど、が参入するっていうことで随分動いてたんですよ。でも結局ダメになったのは、総務省ががっちりその現在のテレビ屋の既得権を守るために排除したんですよ。で参入できなくなったんで、でその参入させないための理由として、将来使うから、じゃあ123、あるいはテレビ局の日程2つ抑えるという感じで抑えさせちゃったんですよ。でも実は使う予定なんか全くない、ただの更地にしとくつもりなんだけど、まあ相手に何かいいものを作らせるよりは自分たちが美味しいマーケットを取りたいからってのが、だから問題にするべきはそんな韓流ドラマの本数でもなく、そっちなんですよ、電波利権の問題。それから韓国絡みで言うんだったら、サトニンとか、あともう一人、まあ3人いったんだよね、2人、あ忘れちゃった、まあその人たちの排除された理由、こっちの方がよっぽど問題なのは、これ僕何度も言ってるんですけど、こっちの方が大問題、日本人はもっと怒んなきゃいけないのは、あのウルルン島ってのは誰が行ってもいいとこなんですよ。僕調べたんですけど、日本韓国のね、観光省かなんかが日本語のホームページわざわざ作って、コンビニ、あの韓国の、ホームページで、観光省が作ってるんですよ、それで、来てくださいと、でうちはこんなものが美味しいですよ、こんなところが見どころありますよ、ウルルン島ってこんなところですよっていうのがあるんですよ、ちゃんとホームページ で、つまり日本人ポイって言ってるわけでしょ、でそれがね、言っちゃいけない、なんで言っちゃいけないのかと、それはその理由は言わないんですよ。で来いって言っといて行っちゃいけない、つまり日本人の皆さんは来てくださいと、ホームページで告知してるわけですよ、だからじゃあ視察行こうぜって話になって、視察で議員が3人行こうと思ったら、それはダメだって言うんですよ。なんでって聞いても理由を教えてくれない、でその理由でも本来にあの国ってのは、あの法治国家であり、それから民主主義を採用してる国でしょ、法の下の平等って大原則があるわけじゃないですか、だから行かない、なんでこの人たち、この3人の議員だけは行っちゃいけないのかって言ったら、その理由はちゃんと開示しなきゃいけないんですよ、それはあの法の支配のね元で、平等ってものを担保するんだったら、言っちゃいけない理由を言わないと民主国家に なり得ないんですよ、ならないわけですよ。 でも言わないわけで、言う理由ってのが、要は安全が確保できないからで、バカ言えと、もっと危険なとこ、今年の頭、ヨンピョン道ですよ、あの北朝鮮の砲撃、昨年の秋に受けて、もうボロボロにされちゃったようなところ、そこを僕とね、佐藤議員は2人で行ってるんですよ、で行って、あのその爆撃の跡とか、それから韓国軍の陣地とか、全部見てきたのね、そっちの方がよっぽど危ないところですよ、はっきり言っちゃえば、いつまた北朝鮮が撃ってくるか分からないのところだもん、最前線ですよ、でもウルルン島ってのはその反対側の、海にあって東側なんですよ、で北朝鮮とも離れてるから直接の脅威はないわけ、でなんでそこが危険なのかと、でもそもそも危険なところ、観光客を誘致するのかと、じゃあこの人たちが来ると反対運動が起こるからっていうのかもしれないけど、だったらそれは、ちゃんと治安を維持してる、国家として治安を維持して安全を確保するってのは当たり前のことじゃないですか、それはちゃんとやらなきゃいけないわけですよ、だから、だったら危ないんだって、あんたの責任を持ってちゃんと警護しなさいという話で、そういうところが結局できてない、つまりあの国は民主国家じゃない、法の支配が及んでない人治国家、中国みたいな国だっていうのを自分で言っちゃってるわけ、だって、ついこの間まで軍事政権だった国なんでね、15年20年ぐらい前だけど、一応変わったと言ってるわけですよね、で誤解しないでほしいのは、国家としてはともかく、韓国の人とか中国の人たちに私は含むところは全然ないので、同じだから、だからね、領土問題は僕はいいんですよ、
一応僕も竹島は日本のものじゃないかと思うんだけど、でも彼らには彼らの主張があり、彼らに彼らの根拠があるんだったら、それ言ってることは否定はできないわけですよ。じゃあ話聞きましょうかと。だから話聞きに行ったんですよ、あの参議院は。なんでそれが入れないんですか。で、佐藤議員のツイッター見てるとリアルタイムで書いてあったのね。で、今拘束されたと。で、拘束理由は明かさないと。で、別室連れてかれた。すごいですよね、拘束ナウとかになってるんでしょ。そうで、あの監視がいると、監視ナウ、なんかすごく威圧的だというようなことが延々書いてあるわけ。これどう考えてもおかしいだろうと。すごいですよね、リアルタイムで今ツイッターできるんですか、グローバルパスポートとかなんかかな。佐藤議員の、ね、ツイッターを見ると、ね、全部まだ残ってるはず、残ってますから見ると分かるんだけど、おかしいんですよ行動が。だから怒、るべきはそこ、くだらん暴論よりも、まあ、ぶっちゃけ韓流がどうこうってどうでもいい話ですもんね。どうでもいい、むしろ外、これはもっと拡大解釈すれば、じゃあ僕が遊びに行ったと、前々からあいつなんか気に入らねえから逮捕しちゃおうぜっていうのができるんですよ、これが OK とされるならば、あの国では。でもそれって隣国にね、一応民主国家ですと、で法の支配の下でやってます、うちも近代国家の一員ですって言ってるような国が、そういうことされちゃ困るわけですよ、日本人もいっぱい行ってるわけだから。だったらもし来てほしくないんだったらウルルン島に、安全、ウルルン島って名前がなんかすごいよね、ウルルン島か。治安維持の観点から日本人は立ち入り禁止って法律をちゃんと作っときゃよかったんですよ。観光客は OK だけど、ってでもそんなことしたら観光客行かないよね、行かない怖いし。なんでそんなことしたんだろう。だから結局のところ、想像になっちゃいます。今のね、ミョンバク政権ちょっと言いにくい、はね、非常に、バランスがアンバランスなところにタイトロープを渡ってる政権なんですよ、つまり、今韓国の中心層っていうのは30代から40代ぐらい社会の中核になって、動かしている人たちっていうのは386世代って昔って、要は学生運動とかやって北朝鮮にシンパシーを持って反米の人たちなんですよ。でこれより上は親米で、朝鮮戦争を戦った人とか、それからその頃の北朝鮮のテロとかよく知ってる人たちなので、その人たちは、もっと右翼的なんですね。で若い人たちはもう少しその386の親の世代よりは、もう少し中道路線なんですよ。だから、あれなんですね、北朝鮮に対して強いことを言うと、その社会の中枢にいる人たちは突き上げてくるわけ、でサボタージュをやったりとか反対運動やったりとか、マスコミも抑えてるから政府批判が始まるわけですよ。ところが上の方の世代は何甘っちょろいことやってるのかって、さらにもっと強くやれって言うし、下は下でなんか格好悪いよねあいつらっていうようなことを言われるわけ。まあ今時の若者なわけですね。その前の左翼政権が10年ぐらい続いたんで、もうほとほと嫌で変えたっていうだけの理由、だから今の日本の民主党政権が政権の座についたのと同じ理由で、民主党政権っていうのは今政権の座にあるわけだから、なんていうのかな、非常に危ういとこなんですよ。でイ・ミョンバク大統領ってのは、まともな人間らしいんだけど、そういうところで思い切ったことが政策が取れない、取るといろんなところが突き上げ合って、また政権が傾いて、ひっくり返っちゃうかもしれないからっていうところで恐る恐るやってる。で中国の愛国運動、中国が取り締まらないのと同じ理由で、愛国無罪ってところあるんです、あの国でも。で、あの国は親日派って言われちゃうと、もうそれで、社会的に抹殺される国なので、愛国親日っていうのは非常に、いじりにくい、つまり愛国運動を抑えるとあいつは親日派だって言われちゃうと、そうするとそれでも政治生命絶たれちゃうわけ、でもうそれはもうお国柄なんですね。逆に台湾なんかだとね、相当自身が親日だったりするからな、難しいんですよ。だから非常に愛憎を半ばするところがあって、騒いでてすごいじゃないですか、日照機焼いたり生地食い殺しちゃったり、いろいろなことをやって。でもね、韓国の人たちと話しててすごい日本大好きですって人もいっぱいいるんだよね。だから両方いっぱいあるし、一人 の, 韓国人の感情としても日本大好きって気持ちと日本大嫌いって気持ちが両方ある。でも、ね、確かにね、ヨーロッパの人でも日本は大嫌いだけど日本文化大好きって人いっぱいいるから、もっとだと思う、っていうか
これあれかな、後で講義来るかもしれないけど、韓国文化、近代韓国文化の下地って日本文化なんですよ、やっぱり。それは占領統治下で、いろいろ技術指導したり、それから制度設計したり、社会の隅々まで、日本がこうインフラを作ったわけですね。そうですね。だから、ものすごく日本に影響されてるわけ、彼らは。あの食文化もそうですね。だからやってることはね、だから小林よしのりさんとか言ってるけどさ、あの朝鮮にも台湾にも同じだけ金かけてインフラ整えてるのに、台湾はすごい日本好きで、あっちはすごい日本嫌いっていうのは、本当なんていうかプロパガンダっていうのはこんなに変わるのかと。あとこれは根拠としてはちょっと、いや裏取ってないからだけど、ひょっとしたら、あの占領政策の違いあったかもしれない。あ、それはあるでしょうね。あの台湾は、主に海軍系の人たちが抑えてたわけですよ。海に囲まれてるとこだから、海軍さん多いんです、あそこは。駐留してた人は台南空とかいろいろあったでしょ。ところが韓国って国はもろ陸軍なんですよ。わかるでしょ、言わんとすること。実はね、私ね、陸軍制悪説からかなり実は変わってて、なんていうのかな、なんていうんでしょう、陸軍、陸軍のことをいろいろこう調べたり聞いたりしてるうちに、陸軍が悪いっていうイメージで海軍が良いっていうだけのイメージは、イメージだけは間違い、どうなのかなっていうふうに思ってるところはある。やっぱりね、占領政策の部分、はいはい、つまり陸主体にするとどうしても、軍政をがっちり引くわけですわ、まあ、もちろん台湾でも引いてたわけだけど、その引き方、あと同化政策があったでしょ。そういったことでの推進した部分っていうのはあるんじゃないかなって気はしますね。まあでも、まあこうね、台湾の人たちとかさ、朝鮮の人たちはこう迷惑だったかもしんないけど、自分とこの国になったら同和政策するのは当たり前だからね、うん、逆に言えばそれはどこの国だってやってるし、別に日本だけが得意なわけではないとは思う。まあね、親切心がちょっとありすぎて、名前を変えろとかいろいろ余計なことまでやっちゃったっていうのがあったにしても、あれもそんなに実は否定的な感情ではなかったらしいんですよ。なんとも言えないけど、ただこう日本に住んでるこう朝鮮の人たちがすごい嫌な目にあったってことは事実だから、これに関してはね、だからすごくね、合図を半ばするものがあるのは、それは下地にやっぱりある。どこ行ったって韓国の街、ソウルでもプサンでも歩くと、日本の占領の名残って今でも感じる。つまりそれは食い物屋に入って頼んだりとかしても、うどんが出てきちゃったりとか、寿司もあったりとか、それから日本語がまあ普通に書いてあって、まあ、それは日本人観光客向けてもあるけど、そういう日本文化の影響、日本の社会制度の影響ってのはものすごい強い国なんですよ。でも自分たちのアイデンティティというのを主張していかないと、ならないと。だからそこのところで、すごく自分の中で葛藤があるんですね、あの人たちは。いろいろ分断されちゃったり、いろんなことがあった国だから、まあ、でさらに言うと、国を創設した時、建国した時の主要メンバー、ほとんど日本式教育を受けてたりとか、それからあとは日本で学んだ人たち、いわゆる親日派とレッテルを後に突きつけられることもあるような人たちなんですわ。でその辺もね、だからどうしても全部が全部日本が変えて、日本の影響がすごい強いっていうのが彼らにとっては覆せない事実なので、それもまた大きいんですよ。だからね、思うんですよ、あのネットはね、韓国たたきよくやるんだけどね、そんなに気になさんだと、かわいそうな人たちなんだから、そういう意味では、常にだからこう葛藤があって、だから中二病的なところがあるのはそこなんですね、彼らは。でまた中二病的な人を抑えきれない、韓国のエスタブリッシュメント、やっぱり社会の、上層にいる支配者層というか、指導者層の人たちって、ね、話すと、ね、すごくまともな人なんですよ、たちが多い。ハンナラ島の上の方の人とも少し、話を聞かせてもらったりとか、韓国軍の、
まあ、退役されちゃったけど、うん、もうとっくに、うん、あの忠告の英雄って言って、韓国が本当に負ける寸前まで、朝鮮戦争の時に追いやられて、それを逆転したっていうね、うん、ペク将軍、元帥か、ペク元帥、うん、ホワイティ、ジェネラルホワイティなんて言われた人だけど、うん、この人なんかも日本語流暢で、うん、話はねものすごく面白いし、それから何よりものすごく教養深い人なんですよ、うん、そういう人たちの話を聞くと、ね、僕らが考えるよりよっぽどまともなんだけど、ただ左右連中っていうのはどうしようもない、ほらゴロつきばっかりなので、うんうんうん、そっちの方が目立つんだけど、そういう人たちがちゃんと、ただその人たちがそのゴロつきたちを抑えきれないんですよ、うんうんうん、あの国ってそういうような葛藤があるので、うんうんうん、だから非常にそういう意味では安定が遠い、うんうん、政治的な安定が遠い国なので、うんうんうん、気の毒には思うけど、でも外交でいつまでもそれをうちは特殊な事情がありますからって言われても話が通らないので、うんうん、そろそろ大人になってくれっていうのは個人的な意見ではあるんですけどね。なるほどね、うん、いや、まあ、ことの発端は韓流多すぎるっていう、うん、いやでもじゃあさ、昔の日本のテレビなんてアメリカこう、そうですよ、ドラマ映画ばっかりだったわけじゃないですか。昭和30年代なんてパパは何でも知ってる、うちのママは世界一、うん、名犬リンチンチン、うん、コンバット、うん、みんなアメリカドラマですよ。アメリカにでもその時支配されてたかって言ったらそんなこと、まあ、支配はされてたかもしれない、別の意味でね、うん、でもメディアを支配されて、それで日本人をアメリカが扇動しようなんて誰も思わなかったでしょ、うん、なんていうのかな、だからその時はね誰も怒んなかったけど、逆にこう近親憎悪的な、ね、ところがやっぱりあるのかなっていう気は若干しますね。それはね、日本人があと絶対言っちゃダメなんですというのは、はい、日本のこれは国防政策として言うんだけど、はいはい、国防とはまた大きく出ましたね。ね、国防の一番上策というのは僕思うんですけど、はいはい、文化侵略なんです。なるほどね。その国の文化、つまり日本で言うならば日本の文化を世界に輸出して、うんうん、日本の文化が好き、親しんで好きになって、うん、この文化は俺好きだからあの国は攻撃しにくいになって世界の人に思わせたら、それ勝ちなんですよ。じゃあもう日本は占領しようすんでるってことじゃないですか。ジブリのおかげで、ジブリとかね、ジブリとピカチュウとドラえもんのおかげで、セーラームーンとかいろんなので、いろんなだから世界中どこ行ったって日本のアニメ流れてるでしょ、うんうん、でも日本でそういうことを言い出したら、これって文化の重症主義なんですよ。始まると、うん、じゃあ日本の文化、日本のアニメは日本の文化侵略だから見るのよそうって法律がいろんなところでポコポコできると、うん、これはね日本の安全保障上良くないんですよ。そうですね、だからたかが韓流ごときでそんな日本のうまくいってる文化侵略を台無しにするのかと、うんうん、だから気づかせるなと。そう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 。アメリカがだって強かったっていうのは、うん、経済力はもちろんあったあったってのもありますよ。その経済力背景に50年代60年代で、アメリカ文化かっこいいだろうと、つまり西海岸をコカ・コーラ片手に飲みながらアメ車のでっかいキャデのオープンカーを乗ると、うん、それがかっこいいって世界の人たちに思わせる、うんうん、仕掛けを作って、それはハリウッドの映画だったりとか文化ロックだったりとかいろんな文化だったんですよ。多分村上隆さんがお書きになってたんですけど、第二次世界大戦を境に美術のメッカはパリからロンドンとニューヨークに移ったんですって。だからそれからこうアメリカの快進撃が始まるわけで、でこれ青山智樹さんが言ってた話なんですけど、青山智樹さんの知り合いが、なんていうのかな、聞いた話なんですけど、日本安保って言ってるけど、お前ら本当に日本をいざって時守ってくれんのって、アメリカの空母に乗った時に下士官に聞いたら、俺はピカチュウに銃は向けられないって言うんです。そうそうそう。で、お前はそうかもしれない、でも上の司令官はどうだって言ったら、司令官はスタジオジブリは俺が守るって言ってるって言うんだけどで、そういう話聞いたんだけどね、卑近なだけに、ね、非常に信憑度高いんですよこの話。そう、韓国だってそうで、うん、あいつらもう10年ぐらい前のモームスブームの時に、ほら、うん、モームスの踊ってる動画が出ちゃったでしょ。あ、そうですね、韓国陸軍でやってるってのが、うんうん、で、だからかもし全面戦争になっても、うん、日本の、ね、護衛艦に一人ずつ、うん、モームスなり AKB なり乗せときゃ攻撃できないですよ、うん、民命アタックですこれ歌の力でね、すごいね。いや、あれじゃマクロスって真実だったんですか。そう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 、あれはで、いや、うん、今ねすごい分かった、こう
なんていうの、あれは笑い話じゃなくて、いやあれね、私あのマクロスによって文化的な戦後は終わったと思ったんですよ。あのもはや戦後ではないっていう、だからあのちょっと見たことない人本当申し訳ないんですけど、マクロス の, あの映画ってあの音楽に合わせてすごい残虐な映像流れるじゃないですか。でこれはね戦後終わったなと思ったんだけど、今聞いたらあれは本当なんですね。いわゆるこう、そうそう、文化的に、なんていうのかな、文化的なものを壊す気はなれないっていう。鴨居さんってあの話が脱線しちゃいますけど、マクロスとにしてもそれから、アルジェナにしてもいろんなの作ってるんじゃないですか、うん、セブンに、マクロスセブンにしても、ね、うんうん、いろんなもの作ってるけど、はい、全部そういう意味では偶話的なものを作るんですよね。ちょっとね、少し宗教がかってる、という言い方良くないな、でも本人の中で明確なそういう何かものがあるんですよ、一本筋の通ったものが、はいはいはい、だから偶話としてそういうのを作るんで、うん、あながちねマクロスのあの話って笑い話じゃなくて、いや今聞いたらあの本当にそう思いましたよ。実際今中国のね、うん、若い子たち、うんうん、中高生、うん、それから大学生、うん、これは日本のアニメ大好きですよ彼ら。で、親があんなに我が国を侵略したろくでもない国の作品を見るなって言っても、いやだってそれはあんたらのこと、あの価値観でしょ、うんうん、僕らは日本アニメ好きだもんっていう話なの、うんうん、で、さらにいいことに、うん、非常にエリート層ですよ、エリート層の地底がハマっちゃって、うんうん、完全オタク、もう痛いオタクになってたりとかするわけですよなるほど、ね、そうなると将来的なことを考えると、うん、こいつらだって、ああいう国なので、うん、一党独裁の国だから、うん、まああれですわ、あの世代交代があってエリート層が上に上がっていくじゃないですか、うんうん、 そういう時にそういう親日的な感じを持っている指導者がいずれ出てくれば、うん、これは日本にとって心強いですよ。全く政治体制も違うし、うんうん、経済力も軍事力もある国が、うんうん、日本の文化を親しんでるって言ったら、うんうん、やっぱりね大きい、武器として大きい、あのもちろん、生きるか死ぬかになると、うんうん、そういった感情を押し殺して、うんうん、じゃあ日本やっつけちまえってことになるかもしれないけど、やっぱり心理的なブレーキでどっかで働くから。いやでもね今の話聞いてて逆にちょっと不安になったんですけど、その肝心のね国防に役立つぐらいの影響力もはや持っちゃってる日本の漫画とアニメが瀕死同然っていうのはだよ、ね、本当やばいんじゃない。それじゃ金と規制とそれからだから、いやあの漫画の場合は漫画離れっていうのはもう本当シャレにならない事態なんです。あのこれは規制とは関係なく、規制されてもいないのに誰も読まないっていうことになってるし、うん、かつアニメも、こうまあ、DVD で元取ってる状況じゃないですか。だ実は韓国みたいに国を挙げて奨励するってのは正しい方向なんだけど、ただこの手のものってのは国が奨励してもうまくいく保証がない。そうなんですよね。中国もすごい奨励してるけど、うん、そもそもさあの中国で奨励するっていうのはおかしいじゃないですか、うん、だってあれほど著作権を大事にして、あのこれね内田達先生が書いてたんだけど、中国はああいうふうに著作権をねこうきちんと守るという態度を見せないことによってすごい損してると、はいはいはい、そしたらクリエイターはどう考えたって中国で新しいアニメとか漫画とか作ることは損だって絶対考えるわけですよ、うん、で外国行って外国で書いちゃう。だからああいうふうに著作権を大事にしないっていうことは中国自体の大損なんだってこと言ってて、実際だってアニメ漫画業界だと海外からだから留学してきてる人いますよ結構、うんうんうん、あのアメリカ人、中国人、韓国人、うんうん、で日本のスタジオで働いてたり日本の漫画家の先生のアシスタントやってたり、わかりますわかります。だって地元帰って作ったらパクられて、うん、しかもそれが俺先に登録商標取っちゃったから俺のもんだみたいなわけのわかんないこと言い出されるんだったら、日本やあのアメリカとかイギリス、フランス行って創作活動した方がいいに決まってるじゃないですか。そんなもの産業としてね成り立ちにくいんです中国では。だからね、うん、そこがまたミソで、うん、いやこれはねそういう意味では国防政策として文化侵略というのはもうちょっと、うん、いや侵略っていうとものすごく角が立つけど、やらなきゃいけない、文化浸透、うん、浸透させる浸透作戦ね、まあ、ただ浸透って言っても警戒感を抱くから、いやでも文化って押し付けで流行るもんじゃないから、ぶっちゃけ
なんていうのかな、だってあの他のものはともかくとして、あの他のものはともかくとしてオタク文化を楽しんでくれなんて押し付けた覚え私たち全然ないわけでね、結局いいもんだから皆さんが見たくなってっていう、だからあのなんていうかな、だから逆に今こう韓流ドラマにかこう来てるわけで、別にでも逆に言えばこううちの母なんかね大変楽しそうに日がな一日見てるしさ、それ自体は悪くねえんじゃねえのっていうか、それがもっと言うなら日本のドラマの現場が不甲斐なさすぎっていう、どうしてこんなにつまらないのですか、金がないからですけどね一つには、あの確かにおっしゃる通りで、雑誌がガタガタっとダメになったの、ダメになり始めたのも金なくなってからじゃないですか、そうですよ、車雑誌なんかもそうで、かつては僕10年ぐらいまで編集部にいた時は、はい、箱根の山を越えられないと、つまり箱根ってのは車の撮影のメッカなんで、そこまでは行くと、はい、車持ってって撮影すると、場所代払って、あの写真撮りますよと、でも箱根の向こうから向こう先に行くと交通費かかるでしょ、で手間もかかるでしょ、だからあの取材はあんまり箱根の山の向こうは行かないようにしようねっていうのが、あの業界の通例だったんですよ、でそこから行くっていうと、よっぽどアゴ足つきとかクライアントさん対策とかいろいろあるんだけど、まあそういうことで箱根の山は越えないと、まあそれ不分立だったんですね、そう今ねお台場が出られないお台場から出られない、お台場から向こう行かれないと、横浜にもね、あの結構撮影に適した公園があるんだけど、そこは行かないんですよ、なぜかっていうと金かかるから、で、外のライターに書かせると金がかかるから、なるべく内政をしようと、で取材も大変だからなるべく広報資料だけで済まそうとか、そんなことやってまともな本が作るわけないじゃんっていうね、やっぱりね貧すればドンスっていうのはある程度真実のところがあって、私パソコン雑誌にずっといたわけですけども、だんだんケチくさくなるとね、なんていうのかな、こう編集部あの予算削減と編集部の雰囲気が悪くなるっていうのは実際は本当は関係がないんだけど、実際にねこう編集会議でのメイン議題が経費削減みたいな話になってくると、もうだんだんみんな無口になるわけ で無口になるだけでなく編集会議に誰も出なくなってくるのね、編集長が出なくなったりね、副編集長出なくなったりね、みんなでやっといてみたいな、であのまず今回の最初ほらあの景気いい雑誌の時は今回の特一何にしようかって言っていろいろ話出たりするんだけど、あの経費削減のために会議するようになると徹夜はなるべくやめようとか、あの やってもタクシーで帰るのはやめようとか、なんかケチくさい方向にクリエイターから、ね、サラリーマンの方が、ね、強くなってくるんですよ心の中 そうなんですよ、だからもちろん、行こうと思えば、じゃあ分かったと、車で行くのが高いんだったらいい、取材大阪まで原付で行ってやるわっていうことにはならないんですよ、気持ち的にモチベーション的にね、そう、あの実際そうおっしゃる通りで、予算あのお金なくてもこの放送みたいに面白いこと話したり面白いこと言ったりやったりすることできるんだけど、モチベーションが下がるっていうのはどうしようもないですね、あのお金ってあの物が買えるからいいってだけでなく、あの俺の仕事それっぽっちの金の価値しかないの、そう評価のバロメーターなのでね、そうっていうのがあるから、なんていうの、モチベーションが下がるってのはお金のあるない、モチベーションさえ高ければ、ほら同人誌みたいに、こんなこともお金ないけどやろうって、だってかつて最終号出ちゃいましたけどピアなんて最初のやつなんかしょぼいんですよ、あのすごく、でも載ってることは素晴らしかったわけですよね、だって今まで映画館に行かないとわからなかった上映時間とかが全部一覧で載ってるすごい雑誌だったんだけど、あのでもピアはその後すごく予算は取れたけど新しいことできなかったわけじゃないですか、だから大事なのは予算じゃなくモチベーションで、そのモチベーションはでも予算がないと下がるんだよね、そうあのカメラマンさんとかもこう頑張らなくなってくる、あのなんていうのかな、お金ないって
ないからしょうがないってことを全員が認めてる初期の段階だったらさ、お金なくてもああいうことやろうこういうことやろうってモチベーション出るけど、こう明らかにそうでない形でね下がってきたりするとこう、そうだから例えば日本のドラマやアニメが今ちょっと少し、まあ、ドラマもっとひどいけどアニメもシリーズ込みにちょっとなりつつあるっていうのはそこで、まあそうね、お金が現場に回らないですもん。えお金が現場が来ない。あで昔はそれでもほら社会全体が豊かな頃は、うんうん、いや親に仕送りしてもらって好きなことやるからっていうことができたんだけど、うんうん、今それもできないでしょ。できないですね。そうすると、最初漫画に行ってたアニメに行ってた連中あの才能、うんうん、でお金がないとなると漫画に行っちゃうんですよ。ところが漫画も今ダメでしょ、まあ、もう冷えまくりですね。冷えまくりだからでゲームも行こうと思ってもゲームもダメでしょ、はいはい、そうするとじゃあいいやと、うん、ニコ動で、なんか自分で趣味でアルバイトしながら趣味で好きな動画を編集してそれをアップすればそれで俺のクリエイター魂は満足になっちゃうから、うんうん、いい人材が来なくなってるんです。だから未だにアニメでも何でもトップを取ってるっていうのは、うんうん、10年前 その一流クリエイターが今でも一流クリエイターなんですよ。新しい人が来ない。わかります、わかります。前にそれ出版業界の話でしたことがあって、書店員さんの給料ってすごい低いんですよ、はいはいはい、で給料低いとねいい人材って来ないんだってね、うん、やっぱりなんていうのかな、あんまりねこれは実は言いたくはないんだけど言っちゃうけど、私とか多分山崎さんの願望もそうだと思うけど、零細出版社にすごい敏腕な人がいてバリバリやってて、そいつたちと私もやりたいとかねずっと思ってきたんだけど、はっきり言えるのはねそんなのないね、うん、でかい出版社の中にやっぱりすごい人はいる。大抵ね、大抵で、なんていうのかな、だからこうそういうなんていうのかな、やっぱりお金とかね規模にやっぱり才能っていうのはある程度比例しちゃうのはもうしょうがないのかも、うん、だから、まあ、経済良くならないとどうにもならない部分はあるんだけど、やっぱりね、はいはい、日本のコンテンツ買わないから、だから韓国にのものがいっぱい流れるわけですよ、はいはいはい、嫌だったら日本のコンテンツ買えばいいです。漫画でもドラマでも何でも、うんうん、アニメでも。でもそれをやらないで、不買運動。でもすごいね不思議なのはそのネットの書き込み見てると、なんていうの、うちにそもそも花王製品がなかったみたいな人多いんですよね、はいはいはい、じゃあ不買しても意味ないってことかな、みたいな。だってもともと英語であの手の昼メロっていうのはソープドラマっていうんですよ、はいはい、つまり、石鹸会社がスポンサーになって、うん、暇な奥さんに見てもらうためのドラマだからソープドラマっていうんですよ。そうなんですか。で初めて知った。だからね、もともとは韓流見ないって言ったってお前らもともと見てねえだろう。わかるわかる、だからだってメロドラマしか作ってない。基本的にあの時のドラマってのはメロドラマと、うん、それからあと歴史もの、歴史ものも地獄もの、はいはい、他のもの撮らないとなぜかっていうと、うん、金かかるからです。やっぱり、うん、やっぱりね、あそこも絞らないとそんなにドラマのコンテンツの制作能力って限界がある国なんで、うん、SF は撮れないし、うん、それからものすごくこう、大河ドラマみたいなのも自国のものは撮れるけど海外予定なんかやったものは撮れないし、うん、いやだからね、歴史ものはあれはね使い回せること前提で補助金降りてるから、だからチャングムで使ってるのが別のでまた見るとかそういうのよくあるわけですよ。だからもう宮廷なんて作ってそれ使い回してる、まあ作りも同じだっていうんだからいいんですけどねっていう、うん、まあ確かに不買運動を起こすにも実は買おうなんて買ってないような、だから、うん、うちにはそもそも顔がなかった、俺は偉い的なことを書いているような人がいるんだけど、ね、いやそれって不買運動の、いや不買運動の意味なくねっていう。だから今回の、うん、だからむしろ今回の騒ぎに反応してない女の人とか主婦の人とかの方が不買運動を起こされたら困るけど、そういう人たちってそもそもネットやってないからこの騒動すら知らなかったりする。そもそもね、韓流ドラマの、メイン視聴者数、視聴者ってのは、うん、30代から40代中頃ぐらいの女性なんですよ、うん、そこに一点集中、うん、他のところは全部切り捨ててるんです。わかります、わかります。だから彼女たちがそこ向かない限りはどうもなんない。ね、こうこれがネットの、まあ、特徴でもあるんだけど、ネット
で起こってることは世界のすべてじゃなくて、私も今日初めて知って、そうなんだって知ってるけど、ネットのその例えばある程度コアなねネットユーザーでない限り、あのネットのネットってあのブックマークが世界のすべてなんですよ、ネットを使ってる人って。だから2ちゃんとかにそういういわゆるこういわゆるネット濃いネットのところにブックマーク切ってある人は、今回の騒ぎが世界で起きてるかのようなあれだけど、通販のホームページとかあのそういうところにしか、あの通販のホームページとか NHK とかそういうところにしかブックマーク切ってない人は、この騒動ないのと同じだからね。もっと言うなら、知らない、あのパソコン暇なんでパソコンがいじって遊んで見てるやつ、はいはいはい、だからもっと言うと20代から40代のろくでなしですよ、あれ騒いでるの。まあ、ネットウヨってそいつらで、だからバカだって言うんだけど、まあ、サヨも同じようなもんなんだけどね、うんうん、だからサヨとウヨってどっちもバカだから、はい、そうですね、そうですねって言っちゃったけど、そうだと思いますよ。ね、サヨウヨでまともな人は、その辺のところの金計算ちゃんとできてる人、うんうん、それはね、どっちも割合まともなんですよ、うんうんうん、だけど金の計算できなくてわーわー騒いでるだけ、祭りが好きなやつってのはただのバカだから、あんな奴らはほっとけ。いやだからそもそもだって、ことの発端が、名前忘れちゃった、なんて言いましたっけ、あの俳優、あのあれの旦那ですね、そうそう、高岡なんとかさんなんとかっていう名前も僕らもろくに知らないようないやだって宮崎あおいの旦那っていうことで、まあ失礼ながら存在、お前ひもかよって感じですよねまあそんな金庫で自分のブログでも、ブログじゃねえや、あのツイッターとかブログとかいろんなところで書いてるのってのを、はいはい、ほらニュースで紹介して見たけど、うん、要は精神不安定になって自殺未遂を起こしたりとか、そういう情けない男じゃん、バカですよ、まあ、バカ違いですよ、まあね、そんな違いが発したセリフに発言に右往左往される、お前がなんだっていう、ね、っていうか、あの韓流が嫌いな人がいるのは分かるけど、それって多分ね政治的意図ない発言だと思うし、だからさっきも言う通り、そういうどうでもいい陰謀論引っかかって起こるくせに、うん、日本の、ね、国会議員が行って、うん、身柄をこう不当に拘束されて、うん、強制送還されるっていう人権侵害だったりとか、それから韓国って国がそういう実は民主主義を対応する国としていかがなものかって行動していることには起こらない、うん、だからどっか違うでしょ。やっぱりコメントでも知らなかったってコメントが入ってますか、うん、だから、ね、こうなんていうのかな、アマゾンでは出ちゃってるけど、なんていうのかな、まあ、ネットの局地的な現状ではね、局地的な騒ぎになってるけど、いや担当者は面倒くさいと思いますよ、いっぱい電話とか来て連突とかいっぱい来ると思うけど、フジテレビなんかね、あのお姉ちゃんの、お客様相談室からのお姉ちゃん対応が出ててひどいと言ってたけど、うん、ああまたあれですか、文句言う方ですかみたいなこと言われたみたいなね、うん、あどうでもいいんで、そういうのははいさようならって切られたとか言って激怒してるのが書いてあったけど、うん、あそりゃそうだろう、だってお客でも何でもないんだもん、そんな電話かけてくるやつ。確かあのいやだからこんなのは許せませんって韓流見てる人たちとか、顔の製品買ってる人が怒り出したら多分慌てるのかもしれないけど、その人たちは怒んないから、多分あの、ま、そういう人たちは韓流がつまらなければつまらないっていう、うん、面白ければ面白いっていう人たちなので、だからそういうね、怒るとこ間違えてるあたりが逆に僕はムカッパラが立つというか、お前らバカかっていうね、うん、死ねばいいのにあいつら、うん、まあまあ、うん、本当に、まあまあ、頭かち割ってやりたいですよね、どんな中身してるんだか、うん、本当に。あのたださっき一番この話の最初に出てきた祭りっていう話ありましたけど、はいはいはい、みんなわーって炎上とか、まあ、炎上も私キャンプファイヤーだと思ってるんですけど、うん、楽しみたいんですよね、あのなんていうか、それも一人だけで楽しむんじゃなくて、みんなで楽しむ、いや私あのニコ動が出てきた時すごくびっくりしたんだけど、みんな一人で動画を見て楽しいじゃなくて、大勢で要するにわーっとコメント流れるってことは、俺一人じゃないって思いたいってことでしょ。だからね、孤独で暇なんだよね。だからあの、うん、いや孤独で暇なのはまあいいんですけど、孤独であるのが嫌なんですよね実はね、みんなね、うん、一人で見て、だって孤独でいいんだったら一人で見るはずじゃない。だけどニコ動みたいにわーっとこうコメント流れて、俺は一人じゃなくてみんなで見てるんだっていうことを思いたいのかなっていうのは思いますよね。日本ではあれと変わらないってことですよ、その秋葉でほら
あの殺人事件を起こした加藤君と対してメンタリティ変わらないし、いやいや変わらないどころかネットでは彼支持する人多いですから ね、 ね、うん、まあ単なる大量殺人犯ではないのかとちょっとまあ、うん、思っちゃったりすると思います。殺人犯としても二重じゃないですか。でも結構いっぱい殺してますよ。うん、だって大型中型トラックか、うん、あれでやるんだったら、うん、本気で綿密に僕計画やるんだって、うん、頭の中で浮かぶ言わないですよ。言うと真似するやつがいると困るから、うんうん、もっと効果的に人を殺す方法なんていくらでもあるもん。大量虐殺する方法なんて、まあ、でもそれ、うん、ほら無邪気にあのわーってトラックで突っ込んでって、うん、降りてってナイフでさ振り回して、うん、殺したからあんなもんで済んだんだけど、うんうん、もっとねこれ緻密にね計画立ててやろう、うんうん、殺そうと思ったら、うん、もっと車の破壊力ってすごいんで、うんうん、100人200人平気で殺せるんですよ、うんうん、まあいっぱい秋葉原にもね人いました。あれただねあの人数しか殺せなかった。でもねあれであの私がよく行くミリタリーのイベント大変迷惑被ってるんで、うん、もうナイフ売れないとかねこう持って帰るときは十分気をつけてくださいとかね大変なんですよ。あれでしょだから相手に反撃されにくいところ選んだんでしょ。だって渋谷ぐらいでやったら下手すと血気盛んな若い兄ちゃんなんかとかタコ殴りされるかもしれないじゃないですか。そうですね、うん、まあ、まあ秋葉も格ゲーやってムキムキ鍛えてる人にでも比較的おとなしい人が集まるから、はい、あのネットでは理性よくてもね、うんうん、だからやりやすいとかそういうくだらない人間だっつ それとメンタリティが変わらないって言って怒らない方がどうかしてると思うんだけど、うんうんうん、あの多分ねでも祭りもこれならないなまあまあそういうわけでちょっと5分ぐらい休憩いただきまして、じゃあ次は本題の、まあ、何か車のお話でもお伺いしましょう。ちょっと5分ぐらい休憩いただきます。